ピーで花歌でも歌って帰ってみる。いつもの街並みがなんかきらめいて見えた。風船のように飛んで行きたい。Oh, 偶然雨が降ってきてもそれでいい。Oh, どんなに情けない帰り道でも、どんなに悔しい帰り道も、はい、始まりました。始まりました。さあ、台風の中1ヶ月経ちましたね、もういいですか。いや、まあ、早い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 わ。水泡で出てる。見えてます。あの、トークするから、あの、いや、見えてないし、一番一番だからって言って、スケボー持ってくんだよ。手の水泳が何だったの。ごめんなさい、ナイス MC ショー、ナイス MC ショー。何これ、そういう、そういうのいらない。何だよ、じゃあもう、そういう番組ないから。そういう、もうゲストに席が残ない。あー、始まりました。もう終わり、もう終わり。さあ、始まりました。オープニングトークをさせてください。パーマパーマ、僕パーマン、キャッツのつるたです。よろしくお願いします。そんなキャラちゃうよ。そんなキャラちゃう。そんなになった。いつも恒例のパーマパーマ、僕パーマン、やっとつだでーす。ちょっと面白くないやつ。それ初めて面白くないやつ。初めて見た。来たね。本当のアルコールですじゃん、これ。ガチのやつ。フジテレビの正月番組やないから、そんな楽しい感じの。いやいやいや、お盆ですから。お盆ですが、楽しい。嵐も来てますので、お金なさすぎて、これお金なさすぎて、これ飲んだら酔っ払っちゃいました。やめとけよ、お前。そういうやり方したのかな。あの、一番最初にキャッツ持ってきて失敗やったんじゃない。いやいやいや、だっていつもでも喋れてないからね。そんなに、いつもはだって来てさ、だるい感じで来て、なんかもうウイスみたいな感じやんか。まあまあで、いや、いつもね、もうほんとしちゃかめちゃかされて、じゃあはい、最後掃除してくださいみたいな。ぐちゃぐちゃにしても OK やろ。トップバッターならこのテンションで、2番手ならこのテンションでって、やっぱあるじゃないですか。いろいろあったのね。あるよ、気ですよ、それ。いや、もうずっとそのテンションで来いや。いや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 、困るわ。ちょっと次回2番手のやつ見てみたい。ほんで、東本当に帰っちゃったんですね。いやいや、それはだってなんか申し訳ないことしたな。普段そんなこと言わない人は帰れ。申し訳ないな、なんかちょっと椅子持ってきて。いやいや、アットホームすぎるやろ。一個椅子持ってきちゃいなよ。東今日ほら、あの、本番前に、あの、黒ちゃんは早めに来てくれたけど、鶴ちゃんなかなか来ないから、はいはい、あの、俺らの中では今日来ねえぞって言ってたのよ。はいはい、そう、絶対こんだけ遅れてきたら、はい、あの子は来るようなタイプじゃないから、はい、あ、今日はお休みやって言う。失礼な。そしたら、来るからよ。いや、来るよ。よく嫌がるからよ、こっちも。しっかり。だって、いつもはさ、なんか、ビッテより先に来てるもんね。そう。ほんで、なんかこう、始まると、うん、パッとなんか何かアクション起こしてくれるのは、クロちゃん起こしてくれるの、うん、いつもローやん。ローで、暗いでしょ。ローで、ね、何がいつの、どういうことですか。楽屋でってことですか。楽屋とか本番も、あー、始まったわ、投げだったるいな、みたいな。それが急に、お、パマよって言うんですよ。早やないしさ。それはハンサーの前だよ。ハンサーかけれないんだから。いや、ちょっと待って、待って、おい、そんなことないとも言えないけどさ。羨ましかったんやろ。いや、それは羨ましいよ。いや、羨ましいとかいう話になると、ここいろんな体験全部羨ましいからね。それ言ったら。まあ、俺、なんならこいつもちょっと羨ましいって。いいじゃないですか。まあ、お前、なんでいんな、お前。皆さん、こんばんみ。皆さん、こんばんみって来てます。ありがとうございます。今日、あの、エマもいないからね。あ、そうそうそう。あの、前回見ましたよ、そういえば。前回のアーカイブ残ってて、3人ポッチでね。そう、3人ポッチでやってて。視聴50回で、そう2しかついてない。最悪や。あのね、見てええけど、そん
なとこ見ないで。これでも見ましたよ。誰出てくるのかなってとこで終わっちゃったんで。それ悲しいのよ。そうそう。いや俺正直それ俺も見てるから気づいてたよ。うん、ただ、はい、俺の口からは言えないし、はい、君の口からも言わないと思う。ちゃんと聞いてないですけど全然面白くなそう。え、やばいでしょ。だからずっとこう早送りから。だってしゃあだよ。俺はめちゃめちゃ。増やしたいけど増えないんだもん。なぜか人気がないもん。人気お前何一言やねん。みんなの遅刻してきたんでしょ東で。東で。遅刻ギリギリ。あ、ギリギリでね。毎回じゃない東。すいません申し訳ない。今日も遅刻でしょ。いやこれねギリギリ、だからねちょっと最近調子乗ってる。調子乗ってる。なんか俺の番組やこれはみたいな。プロデューサーは俺なんだぜみたいな。そうです今日下で会ってたっけ。そう。僕今日出ないですから。ちょっとあの上のあの人に話しし。で無理やり出されて。いや俺別にそのほら出てほしいし喋ってほしいのにそうだってキャッツと地元も一緒でさあそうやねこんなやつ違うんだよ愛知県が生んだいやもうほんと一番最初の愛知のトリオですそうなの愛知のトリオですからそれはキャッツに断ったでもねなんでキャッツに入ったの出る気ないですよこれあのこれ見てくださいこれあの静岡の時入った海パン入ったよう覚えてますね海パンってほら海パンなんですよ海パンって来てますちなみにね、俺も海パンなの。俺も海パンなの。海パンで最近行動してるんですよ。一応教えるけど、静岡っていうのは、ちょっと前に営業でね、我々、今日出てるメンバー全員行きまして、磯川さんです。その格好と、今日ほぼ同じ。だから、やる気あるかないかってないよね。だって俺、今日3時くらいに起こしてんだもん。電話して。いや、今寝起きやと思う。そうそうそう。でも、その寝起きに関しては、鶴ちゃんは言えないと思う。絶対寝起きだと思う。いや寝起きですよ。寝起きで認めんのかよ。いやいやいや、同じじゃないかもう。6時前ぐらいまで寝てました。あでちなみにそのどこで寝てた？いやそこは家ですよ。あ今日なかよね。家ですよそりゃ。いつものとこじゃない。私禁断の扉開けちゃおうか。ちょっと待って、俺さ、早この MC。 だから出たくねえんだよ。こんなばっかやるで。そんな本音言うな。そんな本音。いやもうファンいないの。そう。減らしてる。これでまた変なこと言わせようとして、また変なことを思われるんですよ。ファンがいないんですから。変なこと言わせたりしてとか、あなた結構自分で言うじゃん。いや、言わない。俺らだってもう童貞コンビですからね。どこがやだよ。童貞コンビでやってるから。どこが童貞コンビやの。何十人でやってる言うて。俺一回ぐらい息子変わりたいわ。いや、その一日が俺直やわ。気持ち悪い。エマちゃんからファイトって来てますよ。あ、エマちゃん。はい、いや、ファイトじゃねえよ。ファイトじゃねえよ。ファイト来い、来いよ。みんな求めとんの、ファイト。出るなら来いよ。いや、で、遅刻じゃなくて来てくれて。で、まあまあ。寝起きで、そのまま寝ずに来てくれたのは嬉しいよ。いや、でもやっぱ始まった瞬間、あのテンションでやれるってことがプロですからね。いや、でもパーマ何々は求めてないから。楽屋の隅っこでさ、もうずっと黙ってたんだけど、これ考えてた。いや、それはあの出番5分前にしたうんこ中に考えました。いや、あ、これやろうと思って。いや、俺あんまり、はい、いや、いいの、その髪の毛トーク、うん、俺、正直あんまなんか入れないっていうか、いや、わからんよ。入れないね。青がお前、今すぐ帽子見せたろ。おお、じゃあ見せろ。なんで見せろ。自分で言ったけどな。いや、プレミアデーにしか見せへんの、それ。プレミアデー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 にしか見せない。見せへんねん。大晦日や。大晦日か。プレミアデー。楽しみ。プレミアデーっていつですか。いや、大晦日。大晦日今言ったけど。言ったけど、めちゃめちゃ言っちゃった。え、めちゃめちゃ言っちゃった。プレミアデーよ。そうそう。で、で今あの曜日やったらええぞ。じゃあちょっとほら熱海の話ちょっとだけしよう。あの熱海じゃないですよね。ずっと熱海。正式に熱海じゃないですか。伊豆か。ごめんごめん。オレンジビーチっていうとこで伊東のね。そうそう。伊東やったんですけど。伊東のビーチ。いや楽しかったですね。いやもう楽しかったね。疲れ抜けた。あれから一週間経ちましたよ。いや抜けない。ちょうど一週間。疲れたね。見てる木曽川。いやあの木曽川。いやでも疲れたね本当に。あのもうそう。自分らちょっと化け物やなと思ったのが、そのほら軽く打ち上げで、まあそのコロナとかだからそんなに居酒屋とか行ってないじゃん。行ってない。でその海のビーチで軽く飲もうって本当に距離開けて飲んでって、
何よ夜中からスタートして、うんうん、大体夜中2時ぐらいからスタートしたらさ、うん、3時ぐらいに寝ると思うやん、うん、まあね、1時間ぐらいちょっとやる。俺は先入って爆睡しちゃったのよ朝、まあ起きて、で、めちゃめちゃ盛り上がってる声聞こえるので、あ、いや、夜中、え、まだえ、なでも明るいしな、え、でも、え、こいつら寝てないいや、寝てないのよ一番の原因はつるちゃんやから、いや、おかしいよ。いやいやいや、そんなことないですよ、みんな、いやみんな、僕もちょっと被害者みたいな、寝たいのに、いや、ノリノリで、もうすごかったよ角度、ピッポンやって本当にね、ジジイで、いやいや、ジジイだいやいや、本当にジジイだと思ったのが、その海の家で2階で飲んでたんで、2階で寝てて、で、次の日朝に俺とかね、うん、5人ぐらいで海に入ってて、うん、で、20分ぐらいしたら、サンさんが2階から、おい、そろそろ行くぞわかるわかる監督さんじゃん、わかるわ、北の偉い人じゃん監督さん、もうこうやってお前らも行くぞ、いや、だってさ、あんだけ飲んで楽しんばーって喋ったのに、うん、海も入って、海入る体力あると思わんやん、体力はなかったなかった、いや、じゃあ溺れてましたからダメじゃん、ちょっと行ったらめっちゃ深くなってて溺れました、ほぼほぼいや、でもね、でもね、そのシャッフルショットとかみんなで入ってて、うん、まあ、ティナも入ったのかな、ティナもね、あのね、うん、クロちゃん、つるちゃん、あだちくんたち、まあ他のメンバー、まあティナとかさ、うんうん、みんなやっぱ若いのよ、なんだかんだ言って立ち乗り一番後ろに海から上がってきた時に、お前だけ大家族のお父さんやんって、若いでみんなはもうさーっと上がっていくの、あの水平からで、お前すごい遅い上がるの、俺こう、ここら辺までさ、使ってこっからがね、上がっていかないと浮力ね。その体が重すぎちゃって。ほんで、他のメンバーは、なんかその青春ドラマのワンシーンみたいな。ね、ね、様になるわけよ。お前だけいらんねん。そう、チーム戦でね、足でまといだったわ。そうそうそうお前だけが上がれ。ワンシーンにお前は選ばれるわけない。入るな、お前は。いや、もうひどかったんだから、あれ。やっぱね、キャッツはね、絵になんな。あの、ティナとシャッフルショットは、うん、やっぱ絵になるかならないか言ったら、やっぱキャッツから見るとやっぱブサイクだね。いやでも実は僕、あれみんなで入り始めた瞬間、先に出たんですよ。あ、みんなでワーワーやってないんですよ。いや、わかるよ。なんかちょいちょい戻ってきて、あ、ガキだな、あいつらって言って。で、だから、みんながワーってやってるとか、こっそり俺、違う岸からこうビーって上がって、わかるよ。で、あの、その、海の家で、ちょっと横になろうと思って戻ったら、その、一人だけ残っとっておっさんが。で、おっさんが、お前らおっさんが、ほんと隅っこの、日陰の、一番日陰の部分で、椅子でずーっと、ほんと、俺、矢吹城だ。それだろ、お前。体力的に、あの、もう、ないから、海は行けなかったけど、でも心の中でお前らと戯れとんねん、こっちとか。で、楽しい声聞こえてくれ。俺見てたよ。ボールで遊んでたよね。はい、遊んでた。あ、楽しいな。一回ぐらい。さとしさん、ボールで遊べませんかみたいな声そろそろ来るかな、誰一人は。あ、全然最後でしょ。あ、さとし行くぞ。いや。あの、ボールが俺らさとし。あの時はね、椅子、固定の椅子だったんですけど、なんか勝手になんかこう揺れてる椅子に見えたもん、俺。ハンモックみたいな。そうそう、こうやってるやつ。いや、このまま死んでいくやつや、ほんとに。おじいさんが。死なんわ。白鳥かなんか。死なんわ。あれびっくりした。死なんわ。死なんし、なんでボールが俺やん。お前なんか恨み込めて遊びちゃうやつ、それみんなバチン、おぉー、今日は暴れたんだ、今日だった、今日私こうなんだよ、楽しい、みんなでバゴンじゃねえわ、スタジオ壊すけど、もう終わっちゃったな、今日はね、もう大丈夫です、最高や、いやだ、いや大丈夫ですか、いやもうダメですよ、ダメですよ、そんな手足短いのになんで当たるの僕この後あの辰徳が下手したら全然喋れなくなる大引くんじゃないか、まあ、こういうの結構引っ張るタイプですよね、そう引っ張るやっちゃったーってやっちゃったのやつよ、後で何やられるか分かんない、でも、ね、ネタやったじゃないですか、伊藤で伊藤でネタやった時やっぱちょっとしんどかったですね、正直ね、もうちょいウケるかなと思ったんですよ、やっぱ営業ですし、まあなかなかね、それであの全員あの後あそこの海で自殺考えるんちゃうかみたいなあそこはちょっとねテンションにはなったかなみたいな、終わった後、ね、そうあの全員顔は死んでた、死んでましたね、いやそうね、要はあの後あんな楽しく飲めたなと思って、ね、切り替え半端なかった、じゃあその後大喜利やったやん、大喜利で、はい、巻き返したみたいなとこあったから、大喜利はあるんですよ、まだね、
大喜利なかったら CM やばかったと思う。大喜利は確かにね、サトシさん以外良かったね。サトシ以外待ってくれましたね。サトシさん以外おーいおーい誰が誰が誰が前を見たら向こうに見せてくれ。いやいや、大喜利はさ、だってさ、しょうがないじゃん。だって急になんか答えろやみたいなパス来て、お前らで怖すぎんな俺の時だけ。いやそれは1回ぐらい行くよ。全員さ、俺なんか楽しい感じでやろうかなと思ったら、まあ失敗もええかなみたいな。で目見たら全員なんか笑ってない。俺めちゃめちゃ楽しくしてたのに、なんで俺の時だけ、あお前どの感じやねみたいな。お客様みたいな。試してやろうじゃね。で特にシャックルショットひどい。あいつらあいつらあいつら試しに、そう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 。ひどいね。シャックルショット、いや今日この後出るけど、俺今日その話しようと思って。一週間経ったわけじゃないですか。あれから。一週間経ちましたね。来年オレンジビーチが改名されるそうです。はい、なんて名前？え、サトシのビーチ。いやだからそうなるやん。いやそうだね。これね。面白い。面白い。先週が先週のやつね、これ。先週のリプレイ。これ先週のやつです。あの空気も全く一緒です。空気も全く。同じこう伊藤のビーチから持ってきたんだけどね。そのまま空気も一緒に。面白いっすね。いや面白くないですよ。僕なんかそうですよ。あと俺キャリーバッグ持ってたんですけど、キャリー開けた瞬間部屋で、うん、あのゴキブリ出てきたんですよ。あれ本当に持って帰っちゃって最悪だ。あの逃げ殺せなくて。はい、いや本当に、ね、静岡のゴキブリが今おるんですよ。オレンジゴキブリとともに俺消えたよね。うん、同じでそんな上手くないな。いや、わかる。動揺しとんの。背中びしょびしょ。まあ、ゴキブリとともにやったら増えてくし。なんか今日結構コメント来てる。嬉しいですね。でもシャッフルショットさんのことを、シャッフルショットのファンがいますね。シャッフルショットはブサイクって書いてあるけど、シャッフルショットはブサイクって誰が。お前また反感するやん。でも足立まだかな。バクバク、まあ、待ってますね。誰だ。いや違うね、シャッフルショットブサイクというか、キャッツが男前すぎんのよ。いやいや、何をおっしゃいますよ、サトシさん。お前、よそれやな。めちゃめちゃかっこいいよ。めちゃめちゃポイントやないか。よくないぞ、そういう男前のそういう意識やってない。いやいや、どこがやだ。やめろって、お前。言われたことないわ。マジふざけんな、おい。40年間言われた。やめろって。マジずるいわ。ずるい。そんなんずるいわ、そんな。言われたことないわ、それ男前とか。もう無理無理。俺、マジで1回ぐらい、俺マジで1回ぐらい死ぬまでに言われたい言葉、男前。もう言われてない。いやいや、だから、ずるいわ。そう、モテるやつのそういうやり方も。お前はよ、下げて、人を下げて自分は出るタイプね。誰がやねん、誰がやねん、全然だわ。俺、あえてブサイクしてるから。立てるためにしてるから。あえてブサイクちゃうわ。本当や、どうなるんだ。変わってないわ。そんなもん、あのずっとブサイクにする必要ないな。俺もこの顔になりたいわ。こんなもんの時は、俺若い時はそれなりに遊んでるからね、うん、みたいなこと。なんかずっと言うよね、それ。髪生えてるところみたいな。髪生えてた過去の、過去のサトシ。いや、あのね、20代ぐらいで芸人やってて、うん、ちょっと面白かったら、うん、みんな女にモテんねん、これリアルに。だから俺、おっさんになってくると、やっぱ売れてないとみたいな。そういうの言ってった方が芸人やる子増えるからいいっすよね。そうそう。いや、20代の時、ある程度笑い取ってて、うん、まあ、ブサイクでも笑い取ってたらモテます、これは。絶対に。絶対に。今日も言ってたもんな。うん、俺、ブサイクの割に。俺はブサイクの割に女食いまくってたよ。マジ。おマジかわいそう。言うことでもない。食われた女かわいそうだわ。ちょっと待って、食われた女かわいそう。俺が一番かわいそうや。あらはかわいそう。愛用があったわ。愛してたわ。いやー、まあ、何の話やねん、ね、結局伊藤の話全然できてないですし。そうそうそう。だから、もう俺らも相当時間つってもらってますから。じゃあもうそろそろ、キャッツありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しく。いつも喋れない時間のやつ。あ、でも僕らはもう観覧できるんで、はい、またちょっとヤジとか飛ばしていきますから。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。これ壊したやつ後で直します。いやー、一発目からキャッツのおかげで盛り上がって。盛り上がりましたね。で次が、うん、ただなんだろうね、あの鶴ちゃんの俺に対する男前のくせによう言うわ、あれはね、悪意しかないな。反抗してたけど、お前全部自分で。待て出たシャックルストまだ呼んでない。男前のグループ。俺らね、LINE のグループでね、静岡の話するって言われて呼ばれてるんすよ。あんたが抱いた人数どうでもええねん、こっちは。俺抱いてたから。どうでもいい、1秒も使うな、そんなことに配信を。あとは別タイム考えろ、ボケ。いや、でもそういう話になったら、ちょっと俺だってアピールしたいじゃん。いや、もう自分でドリブルした感じありましたよ。
なんかちょっと来たらもう俺もなみたいな、持ってねえ、いや違うねん、いや俺は持ってねえ、違う違う違う、お前それ あの赤はそれオーバーに持ってるわ、いや違う違う、多分アーカイブ見てくれたら分かるよ、本当さ一緒やぞ、違う、俺はその言ったことによって、はい、つるちゃんが嘘つけ誰が新人ねみたいなの来ると思ったら、はい、ねえみたいなので帰って去ってんだろ、ええ一番やっちゃいけないことじゃない、信じるわけないやん、おう、これ誰が信じてマジやん、誰も突っ込まんかった、誰もなんかまあそうかみたいな、そうかじゃないよこれ、行かせや、行かせ、だから歴史に差が開きすぎて、あ、昔はガチでそうだったんかと思うな、ちょっと説得力あるし、なわけあるかい、こんな誰がよ、女かわいそうやからね、マジだった、あ、よろしく、しゃぶりちょっとです、お願いします、はい、てかこのシャッフルショット、めちゃめちゃ待ってます、よかったです、よかったです、ね、はい、はいはい、でもシャッフルショットはね、はい、あの熱海の営業ちょっとしたいのが、うん、いやすごいわ、うん、お前らのパワーパワーもらいました、確かにあげれました、すごい、そしてお前らのその俺を見下すパワーも、いや見下すパワーえ、それ相方として助けてください、どういうこと、いやいや見下すパワーって、俺は見下はい、あの、はい、ちょっといいですか僕は前回、あの、人間見る目なかったですはいはい、あの、彼が一番の悪やっていう感じで言ってたね、はぁ、あ、のんのんのんのあぁ、あぁ、あぁ、一人じゃねえな、えこのコンビ誰だったんですか、誰こいつこいつだこいつこいつだこいつ、マジでモンスターややばいな、こいつ、人間性カスカスカスで、カス、やっと分かってくれました、ね、クオリティの高いカスを超えたカス、ほんまにカスを超えたカス、神がかってしかも体力めちゃくちゃある、ね、いやこれね、言いたいけど、サトシさんくらったら分かると思いますけど、いややばいよこれ、こいつ、うん、省エネでカスなんですよ、いや、やばいでしょ、え、僕とかは、これね、なんか僕の主張的には、僕はやっぱり、その、うん、やる分に関してはね、先輩に、うんうん、体力、死なばもろともじゃないけど、うん、その、一緒にお願いしますみたいな感じですけど、これ違うよね、こいつはもう別の部屋からラジコン、なんか遠隔操作で、ほれとか言うだけ、そういや、やれそう、ほんで、その、今時のやれっていうのを、まあまあまあみたいな、なるかなと思いきや、その、うん、スイッチ入れてやれのその合図で、こいつも暴走するやん。こいつ暴走したら俺構うやん、突っ込んだりするやん。ほんだら、それで終わんのかと思ったら、また加速すんのよ。加速して加速して俺帰り、ね、行きの車で帰りの車、うん、ずっと一緒やんマジでね、なんねおいや、分からない、難しかった、目がやばい、目がやばいってもう、なりてるやん、バキッバキ、ほんま寿命縮むか思ったぐらい頑張って8時ぐらいに集まって、うん、じゃあ伊東に出発ですってなって、うん、俺ら風って別れたじゃん、うん、あ、はい、で、その時めちゃくちゃ元気だったの、海やーとか言ってて、ね、で、いざ伊東着いたら、うん、もう廃人みたいな感じで、こいつら、こいつらがいやいや、だってすごい、毎回面白いんですよ、会社面白いですね、なるからめっちゃ盛り上がる、いやいやいや、それ言うけどさ、はい、俺がちょっとさ、あの本意気じゃなく、ジャブ程度に返すときあるじゃん、うん、で、それ納得いかない、こいつ、悪徳政治家がこいつ納得いかないって省エネでいくので、俺が言われる言葉が、ああもっと頑張ってほしかったな、いやいや何これ俺本番前に何このテストしかもっと頑張ってほしかったって言うし、この俺、まあ、これね、こう本当あかんのんすけど僕なんか佐藤さん返してくれたら笑ったり、うん、なんか一言かけたり、そうそう、あるこいつ、いいやつなの、いじったら佐藤さんの返しが面白くなかったりすると、うん、もう無視する、無視無視、すごい空気なんですよ、車、うん、で誰も喋らんし、ほんでこいつがさ、あの言ったら俺頑張るすやん、ほんでこっちが入ったら入ったで、いやもうええからみたいな、みたいな、ほんで、もうええからそんなもんか、ほんでこいつが帰ってきて今度付き合うやん、それはそれでなんかホームラン打った時だけ、おお、さすが長年やってるだけ、上から何様やねん、何なんだこいつは、このテストはって、いやマジで一回怒られないけんすよこいつ、ほんとひどいっすもん、いやいや面白いんすよ、いやでもね聞いとくとね一番好きなタイプやろ、じゃあね怒れないのよ、いい人の顔だから、あ顔だ、ね、顔で得してる、だからその鬱憤をお前に言っちゃう、いや顔で損しとるわ、うん、いやそれも、ね、あの、うん、これ静岡の時言われましたけど、うん、いやいや
顔が立つなりはちょっと許せる。まあ許せる。お前ちょっとあかんと。お前が許せない。いや全然ね、愛嬌愛嬌。愛嬌やったから。いや愛嬌や。違うね。その愛嬌愛嬌が愛嬌なくすね。なんでその愛嬌連発すね。愛嬌なくなるやん。ガンガン。この子は何もしなくても愛嬌があるね。なんかいやいやいや。憎めない感じ。これずるいな。そうだから。親殴れや。なんでだ。いやいや。だってこれがきっかけで親殴らない。親殴れや。愛嬌のない顔に産んでくれて、な何してんねんみたいな。こいつは本当ね。ほらほらこの子これ俺今もう俺の。ほらもう俺の。羨ましいな。これこれこれやられると俺は。今の親殴れやっていうのは引き出しない。うるせえな。カットせえカットで。確かに一瞬ちょっと変な空気になりますね。なったよ。いやお前もその解説やめろ。けど僕はやっぱり自分の発信だと言葉返すんですけど。うん、佐々木さんはもう一個上欲しかったっすね。それやめろやろ。いやこういうのってもっと上欲しかったとかちゃうやんか。なんかプロ野球の解説みたいな。いや、まあ、次の打席に期待しましょう。そうですね。お前どっちやねんお前。フォローするならする。全然してないねん。次の打席フォローするか。違う。誰がフォローすんねん。フォローせえや。おかしいやないか。なんで投げ捨てんの俺のこと。いやガソリン切れてるやろもう。怖いねんガソリン切れた車に突っ込んでいくの。止まりそうな車に誰がフォローするか。フォローせえや。危なかしい。一緒に事故ったらええやないか。一緒にしてくれよ。一緒の車乗ってんねんからお前らだけ安全運転はおかしいぞ。ほらやめろその顔。お前テストすんな。顔だけで行くからね。俺そんなことされたらボロどんどん出てくるやろ。確かにひどかったっすもん。確かにとか言う。確かにひどかった言うな。いや静岡の話、うん、されてみてはどうですかね。いや静岡の話されてみてはまだ車の中の話と車の話と、はい、まだ方言だけよ。いや別に俺ら、うん、東くんとか辰典さんとも思い出あっから。そう、うん、あ、じゃあ、じゃあ、それをわし、あったからよ。あった、あったかあったってなんやねん。え、だっちゃん、いや、辰野さんとかあるでしょ。いや、すごい、もう朝まで一緒に飲んでたんで。そう、はい、3人とおつるちゃん。鶴さんと、はい、もうずっと飲んでたんで、そうそう、かわいい。かわいい。いや、なんか嫉妬すんな。かわいい。ねえ、ね、俺も弟子入りしたから。そう。いや、確かに飲んでたの分かるし、なんか、お笑い論語ってたの分かる。すんごい熱く語ってた。これ、今日言おうと思ってたんですけど、その辰典さんの飲み会で8時間ぐらい飲んでたじゃないですか。その飲み会の途中1時間おきとかに、うん、もうこれもうちょっとごめんなさい今後フラットに行きます、うん、もうこれでキャッツさんとかしゃぶりしょうさんちょっと失礼あって申し訳ないんですけど、うん、いけないねなんかフラットに行きますみたいなを1時間に1回なんか警告されてたよ俺らは。これは何なんだろうみたいな。家帰ってからも話したし鶴田とかとあれ何なのみたいな。あれねこっちの心のセーブよ。ピンネタのブリッジみたいなもんなの。そう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 。あれ、あれ、なんなの。あのねえ、ちょっともう失礼やってごめんなさいけどもうフラットに行きたいっす。そうやっていきましょうって。いや、ちょっと待って、うん、辰典の喋りした瞬間なんでサイレンなの。多分迎え来てんだ。いや、それは、うん、あの今日も電話でちょっと話した時に、はいはい、ずっと言ってんの。答えがあるんすかそれは。全然、ね、俺としてはフラットにね、うん、シャッフルショットと絡みん時めちゃめちゃやるわみたいな、やるわ言ってた。そうすぎやるわは言ってた。相方殺しや。やるわは言ってた。俺戦場に向かう。今日は行くと。それ一番開いちゃいかんところ。しかもこいつもなんか来いよみたいな顔すんなもん。こじゃあ来いよみたいな顔してましたよ。あのね、ここでみんな同期で組んでたりするけど、はい、ここね結構な芸歴の差が。あって、まあそうですよね、みんなこっちによるのよ。先輩やからってなって、はいはい、いやいやいやそんなことね、そんなこと、いやそんなことない。いや僕らだってずっとどっちかって言ったら辰典さん仲良くさせてもらってたんですけど、うんうん、でもなんかここはなぜか先輩になるわけじゃないね。キャッツも同じで、うん、そりゃ、ね、心どういこうか迷うじゃない。他、ここは戦場や。戦場で先輩の場合もあるか。あ、ええんですね。いや、多いよな。ちょっと待って、ちょっとさ、あとなんかいつものコンビのノリみたいに見せて用意してないかい。用意してないよ。なんかいつものやつっぽく見えたけど。いやいや、一回言いたし、俺らも。お前の相方に注意せ。いや、違うよな。マジ違うよ。お前が、俺がね、喋ろうとして喋ってたんですよ。はい、そしたら、いつもの嫌な顔で、おぉ、どうやねん、みたいな。いやいや、どうやねんはないでしょ。ちょっと僕、こう見えないから、今日。うんだけど、なんか、辰典さんが何か言って、なんか戦場やっていう、なんかネタがあるんかと思ったんですよ。あと、
言おうかなと思ったら、サトシの目がこっち向いてなくて、こっち見てたから、あ、俺もなしやなと思って。だって、おーっていう顔するんだもん。おーって顔するんだもん。まだ、俺はなら、まだ、オレンジビーチから帰れてるの。続いてんのこいつと。なんか今年はなんかおしゃれな笑い取ろうとしてますよ。俺の心はまだオレンジビーチにおるまんまや。すぐワードに頼る。いやいや、なんかじゃ今前までやってなかったのにさ。お前ちょっとはいいやつって思おうとしたけど、俺やめるからな。どこのタイミングで？お前は全部なんか喋れなかった。一個もいい良くしようって思ってなかったよ最初の。なんで？お前はもうあかんわ。だっていじめるもん俺の。いじめるみたいな。いじめる。こいつだし、どっちかって言ったら。君ですよね。全然私だと思ってますけど。はい、おハディ認めた。いや、本当ちょっとね、履き違えてる。そ、今日本体どこにいるんですか、本体が。本体上。なんか静岡の時に、これびっくりしたんですけど、なんかサトシさんが、イヤホン、このワイヤレスイヤホンをつけたんですけど、まあ、40度ぐらいの炎天下だったんですよ。一回も外さんかったんですよ。あれね、わけわかんないの。最近見てて2日間、ね、2日一緒に寄ったわけでしょ。一回も撮ってないわけですよ。イヤホン。何あれ？イヤホンをずっとつけてる。いやだからイヤホンなんですよ。電話来たらあれ、こっち拾うし。いや、電話ギリギリ一回もしてなかったです。見てない。電池切れてない。忙しぶるな。お前ら、だからスケジュールバコバコ空いとるやろ。スケジュールしか空いてない。何よ、電話が来たらすぐ出れる。仕事中に、はいみたいな。あ、何で俺のスケジュールわかんねん。バコバコ空いとるやろか。なんでわかんねん。空いとるわ。いやだからなんでバコバコ空いてるけど、そんなストレートに言うなよ。あ、まあそうですね。逆に入れろよ。あら、怒った。引っ張りすぎ、ちょっと引っ張りすぎ。何ちょっと引っ張りすぎ今。だからお笑い評論家やめろ。やりづらい。え、でもなん、あれはなんで外さんかったんかなっていう種があるんかと思ったけど、今日外されとったんで、あれね、あの、ずっとつけてるから、なんか安心、お守りみたいな感じ。だってネタ中もつけてましたよ。それで出て行こうとしてて、うん、だから止めるのよ、毎回。つけてること、忘れちゃうってことですか？認知症ってことですか？本当に気になってたんですよ、あれ。だからさっき生命維持装置ちゃうかみたいにいじられて、絶対外さないから形に、はい、なんかそんな気がしてる。あっこまでつけてる。だってなんか体に悪そうですけどね。入院から帰ってきてからずっと持ってるので、最近ライブ始めたんだけど、そのライブ出るとき絶対ここにつけていくのよ。こう落としてくるわけで、だからもう習慣する。便利って別に全然便利や。いや、一回みんな買ってつけたら分かるよ。そのあれにしたらいいじゃないですか。めちゃくちゃ体に効くチタンみたいなやつを代わりにつけとりゃ、ピッペレキバみたいなやつ。はい、だって別に電話も鳴らないじゃないですか。お前友達いないみたいな。あ、電話めちゃめちゃ鳴るって。お前なるかおかしいやろ。なんで鳴るかって言い切れんの、お前は。いや、これ飛んできたボールそのまま置いたから。危ない、今加速スピードアップしてたらやられると思う。これもう安全運転しとか。急に崖用意されてた。お前のスピードにも俺ついていこうと頑張ってるけど、はい、お前もちゃんと安全運転しとかんと、お前ら二人やの俺のこと潰そうとして。何有名探偵みたいに見当違いなこと言ってる。いや、だってさ、おかしくない？おかしいじゃん。ここがおかしいっすよ。潰そうとしてんねんって言った後に、はい、お前は真顔でなことないっすよ、だったらわかんない。うん、何を名探偵みたいなのも、お前、お前、なんか、落とそうとして。あの、悪徳戦士みたいな、似合うね。お前、佐藤さんに、それ、目の敵にしすぎですって、ほんとそうよね。違うのよ。ほんとでもありがたかったです。なんか、辰成君の、なんか、使い方を一個教えてくれたみたいな感覚ですけどね。いやいや、お前はそこは感謝してない。いや、ほんとに、すればわかんない。だって、ずっと一緒いたもんね、ビーチで。なんで、行きも帰りも。とやり取りして、お前の良さが発見できたって相方を言うってことは最高のプレゼントしてる。無視するじゃないですか、よく。僕もよう無視されるんですけど、俺ガチでキレちゃうんですよ。ネタ合わせとかしとっても、こうおもろツッコミしたと思った時に無視されると、おいみたいな、来てお前みたいな、もういいわって俺も喋らんくなるんですよ。足立くん、今の言葉に対してはっきり言うと、2回ぐらいガチでキレました。聞かないの、口。あ、いや、そうっすよね。あ、よく、それで合ってたやん。
あの聞かないのこっち切れるやん、はい、吸い込まれんの。なんか怒りという感情をこいつこうローじゃない、はい、でこの顔してんじゃない、うん、なんか怒ってる俺がアホなのかみたいな気持ちにさせられるというかザ・ツッコミコースそう、なんかあ、やばいぞこのまま怒ったら俺がバカっておかしい人というか浮くというか、そうそう、でこいつはニヤニヤしてるにしてさでメンタルやられるのよその子と絡むと羨ましいだろ、やばいのメンタル羨ましくてだから足立くんがよう我慢すごいな、いや、 やっぱそうですよね、まあだから新しい使い方を見せてくれてね、ありがとうございましたっていう静岡はそんな感じでしたね、めちゃくちゃ楽しかった、ありがとうございます、本当に、うん、いや、でも今のもさ、ありました、うん、ありました、絶対思っていいんだよ、いやいや、もうなんか全部のいやいや、また俺のまたカポや、カポされるわ、ま、はい、次何分もう終わりになっちゃう、そろそろカポされるっていうのが、いや、本当にありがとうございます、ありがとうございましたとか言われるから、はい、まあ、じゃあまあシャッフルショットありがとう。ありがとうございました。そうそう、次回は俺絶対倒す。お前というもんさ。ちょっと待ってね。なんでや。改めて座らねえよ。改めて座らねえよ。いやーすごいね。もう羨ましいね、ああいうボケ方するやつ。お金後で払うからちょっと水飲みたい。やばいわ。ちょっと東なんか。わがまま言うなよ。あ、いえ、ごめんね。なめ。さあ次ティナか。はい、ティナ、はい、あのこんにちは、はい、お願いします。お願いします。いや、ティナ初登場初登場、覚えてないんですよね。全く覚えてないです。多分ね、1、2回の2台出たんかな、こうトークになる前のライブの時かなんかに、あ、それです、それが出てました、2回やった覚えがあって、うんうん、はい、いやキャッツで結構大なってシャックルでさらにちょっと大変、うん、もうお前別れてませんやん、終わり、え、終わり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 、いや、ティナを最後呼ぼうって言ったの俺ですよ、はい、でも、ティナ、最後ティナも結構あれ疲れるなみたいな、ちょっと自分だから、はい、ごめんなさい、はい、いや、のちさん、なんかね、この感じやるぐらいっすよ最低、いや、後にまた言ってもらった、俺、ライブ、はい、伊藤、どうやった、どうやった、みんな雑やな、みんな違う、テンション誰やねんよ、もうしゃべでしょ、なんだ、任せる、赤いやそれMC としてあかんからね、こっからの10分きついぞ。いや、お前らは、うん、ほら、初めてこの、番組も来て、うん、あの話は伊藤の話になるってしてたけど、はい、でもどうやった言われてもな、うん、正直あの、うん、まあ、いきなりもう時間ないからぶち込むけど、はい、前めっちゃやらかしたよな、はい、なあ、はい、いや、堂々とさせな、はい、正直ですか、今日来たくなかったっすマジで絶対この話しちゃうやらかした先輩しかおらんから、今日どういう顔でもう会ったらいいかがもう、うん、でもね、はい、伊藤のビーチ行く前はね、どっちかって言ったらこの慣れ方くんの方に俺は危機感を感じてたわけこいつは多分シャックルショットやキャッツ、あとサトシも巻き込んで暴動を起こすぞと思ってたわけよそんなことはしない、立ち悪いから、立ち悪いから、危ねえやつ、今日賢くないから、うん、だって、ここは否定とかあるけど、そもそもその伊藤氏のビーチもだって今日漫才ね、営業だから、まあ、ネタ頑張ろうじゃなくて、もう海入りに行こうって言ってますから、あれもそもそも目的がマジで、あの、うん、何、待ち合わせの最寄りの蕨駅で、うん、俺一番最初に着いて、なんで一番最初やねんって言ったことあるけど楽しみ、お前早すぎる、次に来たのがこいつなんだ、もう格好がネタ頑張るぞの格好ちゃうの、ただの観光客やねん、海楽しみにしてる、俺も駅着いて二度見したもんね、そうアロハ着て、なんかサングラスかけて、そこはなんかな、頑張りますみたいな、いやだって LINE で一緒に海入ろうなって LINE が来るんですよ、なんで海メインやねん、いいじゃない、入んなお前、なんでもさ、よく考えたらなんでお前、カイパン持ってきてなかったの、確かにそうだよマジで、確かにそう、マジでパン1で壊してって一番最初に走ってって、それに関しては家になかったんですよ、海パンが、買えよ買えよ、もちもちそのパーキングで買おうと思ったら、うん、なかったんですよ、お腹痛いやろな、うん、だからだってお前普段さ、どっちかというとその賢くないやつがさほんまに海パンまで持ってこねてほんと賢くないじゃん、なんか海行くときはサトシやめとけガチで切れるガチのガチのうんガチのダメだ
あ、ごめん、それシャッフルやってるから。それ人の音ちゃんちダメよ。それお前がやったところで無理やで。後で言って、ください。泣いちゃうから、泣いちゃうから。ちょみんな見てるから。あの結構ナイーブな子なので。俺豆腐やでメンタル。そう、でも本当に。なんで方が成長しててびっくりしたの。こいつは酒にな。そうで、ティーナカは大丈夫やろとかって言ってたら、それで俺に怒られて、酒飲んで。すいませんでした、もう俺反省しますって。俺怒られたよ、結構怒ったね。で、あの向こうのシャッフルたちがいるところに映ってて、俺こあのこっちサイドいて、こいつのどんな感じになんねって見てたら、おー、えらい足立に吠えますね。そう、足立くんターゲットバツ選んで、同じことやってるやん。どこにもうやりません、反省しましたかね。えぐかったのが、足立くんがその時敬語で喋ってくれたの、あんまり面識ないから。そしたら、ああ先輩やったら敬語いらんやろって。いるやろ、日本もおかしいやろ。でもこいつ全部の曲ないですからね。いや、あれはびっくりした。びっくりした、ほんま。俺もびっくりした。俺の怒ったの全然響いてんやっていう。何の時間やったんやっていう。そう、めっちゃ。で、次の日にあの酒抜けて、やらかしたのは自覚あんねん。ああ記憶ないって言ってたから。で、ずっとさ、言い訳がさ、いや酒の席やから別に失敗しても先輩に抱いて、ようあるや、俺もやったことあるし、すいませんでした兄さん、兄さんごめんなさい、申し訳ない、覚え、ほんとごめんなさいでいいのに、こいつ、いや覚えてなくて、ほんと覚えてなくて、ほんとそれだけ肯定化してるんだよ。覚えてなくて、覚えてなくて、それ言われたら、あ、何も覚えてなくて、それめっちゃ言うけど、それ言われるために腹立つやんってなるよ。覚えてないからお前そんなんなってんねん。で、朝からまた1時間で説教されて。さすがにさ、あの鶴ちゃん、キャットの鶴ちゃんがさ、鶴ちゃんなんか結構優しく、あの2人とも優しいから、まあみたいなタイプやん。でもさすがの鶴ちゃんも、足立くんたちに言ってんのも見てるから、俺に怒られてるのも見てんのよ、鶴ちゃん。あの、外で。あれはないわ。あれはねえぞ、お前。あれフォローできるわ、うん、でベロベロになってて、で清水が止め行くんやけど、清水のこの頭パチカンなんか大喜利してて場所をチェンジするみたいな感じになってて、うん、こうやったんですよ。そんなで、チェーンの時にこうやって、パッパーンって急にやったことあるはぁと思って何こいつと思って次の日に、うん、足立くんとのやり取りは俺もつぶやったけど、ほんとほんとすいません、それでまあ覚えてなくて覚えてなくて、まあ、いいよ許すよって足立くんに、うん、許すよ、でもね、ライブかぶらないで許してあ、二度とかぶらないで、あ、いいよ、あ、ごめんなさい、あ、いい、許すよ、俺優しいから、でもね、一緒の空気吸いたくないもうダメ、クソ悪いめちゃめちゃ怒ってんだよ、俺それ聞いて笑う、絶対許せない。まあ、そらな、後輩と飲んで、先輩であんな暴言吐かれることないもんな。だってもう40-50分言ってたからね。そうで、可愛いとこがあればいいけど、覚えてない連発。そらな、覚えてないからお前そんなんなってん。何やそれはってなるよ、それは。もうあの後帰ったら LINE で、もう、大丈夫かなみたいな。もう、合わせ顔ないよみたいな。で、どうしようみたいな。俺はでもその後に帰りの車の中で、大丈夫かな、大丈夫ですかって言うと、俺の前ではな、うんうん、もうこの世の終わりみたいな顔するんだけど、うん、その顔をしながら、サウナ行こうぜ。確かに。はぁはぁはぁ、この二人。この空気を生かしてサウナ行こう。気分転換やん。いや、ノリノリの、だからこういうことあったから、落ち込んでるだろうからっていう理由で誘ってくれたんですよ。そうそうそう。いや、まずお前サウナで温まるより、俺らの怒りさ温まってんの冷めなあかんのに。あかんやろ、それ。いや、でもね、なんか入りました。いや、今、もったいない、入った。タリさんから。噛んだ、噛んだから。ごめん、噛んだ。あ、今もったいないから。今のはミスって。もう一回、もう一回よか。もう一回。絶対嫌だ。絶対嫌だ。だって、そんなお前、またやじとか、お前の調子も嫌だ。いいじゃないですか。嫌ですよ、俺今噛んだもん。俺今噛んだもん、大事なとこで。分かってるもん、ちゃんと。声張ってごまかすことしてる。お前、謝罪しようか。そうで、だから、お前、ごめんなさい、そういうめっちゃ審査してるあったでしょ、そう、あの、サウナ行こうっていうのはおかしい。でもその後車で、ちょ、サトシたちと違う車に、なんか足立くんも途中のサービスエリアまで寝てたのよ、車の中で、うん、で、後ろ乗って、なんか足立くん寝てるじゃん、で、そそを犯してるから、
普通黙るやん。もう車の中で取り戻そう取り戻そうだとかめちゃくちゃ喋って、いやもううん。って言いながら、あの、足立くん寝とるんやけど。で、また説教。この段階で風船の開け方は、お前、マジで、それは初耳、自己中すぎるもん。俺も眠いし、足立くんはもう爆睡してるわ。今思ったら確かにないなと思います。そしたら、本当に今思ったら、本当に今思ったらないなと思います。今思ったら、その時は気づけ。あん時はどうかしてたんです、お前な。先輩が寝てて、お前は取り戻したいがまがれよ。頑張ってる。寝てんねん。それやられて余計嫌いになるじゃん。寝てんねん。お前その時女子おったやろ。サオリン女子って言うやん。女子女子サオリン。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 女子やん。女子なんだけど。女子言うとテンション上がるんですよ、めちゃくちゃ。マジで？テンション上がすわけだよ。ソースの相方に何ええとこ見てる。いやそうそう。めちゃめちゃ寒いやん。そんなことしてる。いやでもね、サオピが運転してたよその時。そしたら後ろで、いや俺変わってあげようか。でも言うけど。でも俺酒抜けてないかもしれんからごめんな。じゃあ言うな。じゃあ言うなお前。でも大丈夫か。サイドブレーキはなみたいな感じ。場所が。お前一体何やん。サイドブレーキが分からないって言うから、じゃあちょっと見ましょうかっていうことで、危ないからな。そうそう、そしたらさ、場所が分かんないから、ちっちゃい声とかでちょっと俺変わってちょっとやるわぐらいな感じで、ええやん。でもずっと足立くん寝てんのにそこでなんか問答が始まるわ。いやいやいや、それお前のやらかしたこと考えたら、足立に寝てもらってた方が助かってんねんから。目覚めたから。確かに、確かに、確かに。それは本当に思う。あとお前今安全運転のため言うたけど、酒抜けてない。どこに安全運転、お前が一番危険やねん。これは芸人じゃなくて人間としてのダメ出しだ。いやいや、人間としても、芸人としても、そうそうそう。これはもう、だから、これ確かに。なんか、辰徳が言ってたのが、ほんまにお前の相方の方がやらかすんじゃないか。そう。だから、みんな警戒してたんだよ。その、尺書とか言ってた方がええんちゃうみたいな。みんな切れるんちゃうか、こいつやらかして。それだけはやめたいなとか言ってたら、逆かいな、これと。まさかお前がまともでこっちかいっていう、うん、なんか行きの車で配信されたじゃないですか。ああ、してた時に、こいつがなんか自分のことをなんかすごく変なやつって感じ言ったんです。ごめんなさい、変なやつに関しては そ, かから それは本当のことじゃん。それは本当のことじゃん。めちゃ酔っ払ってやってるだけ。それで、足立さんとかにお前変なやつじゃんとか言って、それは本当のことじゃん。正しい、正しい、大丈夫。嘘、何も言って、それは本当のことじゃん。お前は変なやつや。自覚してないの。それで会話したら、いや全然違うやんって足立さん言われたんです。だから、うん、足立くんが想像してる変なやつの一応基準は満たしてなかったけど、うん、変なやつではある、うん、ギリギリ、ギリ、どこもどこ全部、うん、全部一日の行動、ビデオで撮ったら分かる。そう、例えば今日やり取りしてなんか感情がおかしいとこ、なんだみたいな、うん、急に変なスイッチ入るから。そんなのされたの公開ダメだし終わるぜ。あと俺たちダメだしばっかじゃないですか。いやお前よかった、成長してるよ。あと飲み行こう。だからあの帰りの車の中で東が運転してんのに、お前偉そうにさ、後ろで終わります。右、左、あ、もう終わりか。あれはあかんぞ。あ、ショットとかキャップとかみんな来て。最後、あと1分半、1分半、みんなで楽しみましょう。まあでも楽しかった。そう、最後なんなのマジ。最後どうかったよお前は。どれ最後どれ。何でしたっけ。あと何だ。プレミアデイ。ありがとうございます。次回は9月の第2土曜日。はい。土曜日ちょっとわかんねえな。
調べてください。じゃあ来月さ、久しぶりにネタやろうか。ネタやりますか。どうですか皆さん。そうっすよ。ネタやりますか。そもそも M1 の時期なんですから今。何で配信普通トークやってんだよ。えがなお前。ネタやろってかお前とら。なんでぶつと俺ガチギレやったの。えがないか。トークしたらやろ。巻いて。はい、じゃあ来月ネタやりましょう。はい、またねー。